楽譜、虫の声は、文部省唱歌。戦後は一般に、虫の声と表記される場合が多い。1910年、尋常小学とか本唱歌に初出。続いて、尋常小学唱歌の第三学年にも収録されている。尋常小学とか本唱歌の曲は、文部省が当時の東京音楽学校に依頼して、編纂委員会を組織させ、 そこの教授を中心に構成された、編纂委員が合議して作曲された。そのため、個々の曲の作詞者、作曲者は伏せられ、著作権は文部省が所有し、個々の曲の作者は伏せられている。1998年告知の小学校学習指導要領において、第二学年の歌唱共通教材とされている。2007年には、日本の歌百選に選ばれた。 尋常小学とか本小か書斎の歌詞あれ、松虫が泣いている。ちんちろちんちろちんちろりん。あれ鈴虫も泣き出した。りん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 。秋の夜長を泣き通すあ,あ面白い虫の声。キリキリ、キリ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 ,キリス。ガチヤガチャガチヤガチャ靴は虫。後から馬をひおひついて、チヨ,チヨン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 スイツチヨン。秋の夜長を泣き通すあ,あ面白い虫の声。 1932年の新定人情小学唱歌では2番のキリギリスがコホロギアに改められた。これは歌詞にあるキリギリスがコオロギを指す古語であり、キリキリという歌詞もまたコオロギの鳴き声を表現したものであることから虫の名と鳴き声とを整合させるためであった。しかし、そのためにキリキリ、キリキリキリギリスという意味は失われた。 YouTube 文部科学省小学校学習指導要領を生きる力、ありがとうございます。